ドジャースの大谷翔平投手30が史上初の50本塁打50盗塁を達成した50号のホームランボールが米ゴールディン社によってオークションに出品される。同社の X アカウントが25日、日本時間26日に発表。米スポーツ専門局 ESPN、電子版、米スポーツサイトのブリーチャーリポートなどが続々と速報した。写真、ホログラム付き。 これが大谷翔平の55ボール。入札は米東部時間27日正午、同28日午前1時に開始され、10月16日、同17日に締め切られる。開始価格は50万ドル、約7235万円。個人売買の機会もあり、入札希望者は入札額が300万ドル、約4億3410万円。 に達しない場合、10月9日、同10日、まで450万ドル、約6億5115万円、で購入できるという。大谷は19日、同20日、のマーリンズ戦で6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁を記録。初回に3盗を決めて50盗塁に到達。6回に49号ツーランを放って異名に大手をかけると、 7回に50号ツーランを左翼席に運んで、50から50を達成した。フォックススポーツ640のアンディ・スレーター記者によると、ローンデポパークで50号のホームランボールを手にしたファンはドジャースから30万ドル、約4300万円、ノーオファーがあったが断り、SNS を通じてゴールディー社に連絡したという。これはこれまでで最も簡単な委託の一つでした。 ゴールディン社の創設者兼 CEO であるケン・ゴールディン氏は ESPN に語るとこういきさつを説明した。大谷は木曜日に50本目の本塁打を打ったが、文字通り金曜日に彼、ボールを確保したファンから連絡があった。彼は SNS を通じて自分でゴールディン社に連絡を取り、月曜日にゴールディン社の代理人と一緒に警備員をマイアミに飛ばし彼に会い、月曜日に飛行機で戻った。 同社公式 X、旧ツイッターで公開した動画ではバットが当たったと思われる黒い擦り傷、MLB の認証ホログラム、記念球が本物であることを示すアルファベットの U と数字の3が刻印されている。ゴールディン氏は ESPN に、私の見解では、できるだけ早くオークションにかけるのが最善だったと語った。タイミングがいい、ドジャースがプレイオフに進出すれば、 大谷は簡単にに最優秀選手になるだろう民が大谷を気にしているうちにやろう。そして、出品者にとっても非常に重要だったのは、ゴールディン社と eBay の両方が持っている世界規模かつグローバルなリーチだと語り、米国外の誰かがこのボールを落札する可能性は確かにあると日本を含めた海外からの落札も視野に入れているとした。 ESPN によるとオークションで落札された野球ボールの最高額は1999年のマーク・マグワイアの70本目のホームランボールで305万ドル、約4億4100万円。2番目は2022年のアーロン・ジャッジがアリーグの本塁打記録を更新した62号の150万ドル、約2億1700万円となっている。